キチャンネル。ちょっ、そう、金曜日です。総チェック。はい。ということで、やってまいりました。総チェック。ね。毎日試合見てますけども、ね。最近は、動画を撮る趣向を変えてですね、毎日撮ろうっていう。その方が、撮影も楽だと。いっぺんに1時間撮ろうとすると、ちょっと気合がいります。あと気持ちが。そういったところでは、これはメリットかデメリットかわかんないんですけども、1日ずつ撮っていくと、喋ることが1試合に対する尺が多くなってですね、前回の月曜日のショーチェックも、1人でトータル1時間17分48秒。だから約1時間18分、78分1人で喋ってるっていうね、形になりました。ね。そこがポジティブなのかネガティブなのか皆さんどったらわかりませんけども、ね。毎日撮っていくと、仕事によってね、撮れない時もありますけども、ちょっとこういうスタイルでね、やっていこうと。その方が佐々木もちょっと仕事が忙しかったりもするんでですね、ちょっと体力的にも精神的にも、こっちの方が楽なのかなと思って、今シーズンはちょっとこれをね、手始めにやっていこうかな、というところで、まずは、4月。23日火曜日の試合ね、今撮ってるのは水曜日の朝ですけども、はい、そういったところで振り返っていきましょう。まずはセリフから、DeNA 対阪神1対1の同点というね、引き分けで終わりましたけども、初めてね、 J スポーツオンデマンドでミキさんとね、ケチャップさんと3人でね、解説、しましたけども、金曜日もね、DeNA 対巨人戦 J スポーツオンデマンドでさっき解説しますのでね、ゆるく楽しく面白く、野球をね、見れるっていうところでやってますので、ぜひ皆さん見てください。はい。この試合ね、17時30分から試合開始。試合終了後にね、コメコメクラブさんの、歌があるっていうところでね、行ったら前回の湘南の風さんと一緒のように、試合がなんと4時間を過ぎてですね、タイムリミット、9時半に終われば3曲、9時35分に終われば2曲、そして9時40分に終われば1曲というところでしたけども、試合終了が9時40分を超えてしまって、歌唱。パートはなかったっていうところでしたけども、まあ1対1の引き分けっていうところで、阪神先発村上ね、8回112球3安打2三振3四球1デッドボール1失点と、こちらはね、非常にクッピチ、まあ前回のね、山崎よりとの甲子園でね、9回でコールドゲームで引き分けた試合と同じようにね、もう見ててもそんな連打無理やなっていうね、めちゃくちゃ素晴らしい、まあ球速も149キロぐらいかな、マックスで言うと50出たかな、出なかったかなっていうところだけども、非常にコントロールもよく、カーブっていうね、トロンカーブがね、またいい感じで緩急をつけながら、非常にね、素晴らしいピッチング。DeNA 先発ジャクソンね、5回3分の102球、5安打6三振、2四球1失点と、まあ、前回ね、ちょっとやらかしたっていうところがあるけども、今回どうかなっていう中でね、まあちょっと阪神打線が多分ね、低めの変化球をあんまり振らないように高めに目付けしてた可能性もあるんだけども、まあ、その影響もあって、まあ、ここメリットデメリットあるんだけどね、低め振らないけど高め振っちゃうというところで、結構高めのね、ストレートのボール球振らされちゃったかなと、それからそっから入ってくる変化球ね、っていうところに苦労しながら、まあ、最後はね、低めのチェンジアップとかも有効に使われたっていうのもあるけども、高めのね、ストレートのボール球を振っちゃって、ジャクソン有利にしちゃったっていうところがね、まあ、ジャクソンが生きたっていうところもあるし、ね、そこがちょっとね、十中にハマったかな。高めのね、158キロぐらいのファーストボールね、それちょっとね、有効に活用されて、阪神打線ね、やられちゃったかなっていうところはあるけども、攻撃ではね、2回の裏、先頭マキがレフト前ヒット、宮崎サードゴロ、ね、ここでね、ワイルドピッチで、ちょっと村上行くの遅かったね、あのカーブね。だからブーンと大きく弾いたんだけども、で、楠本セカンドゴロになって、2アウト3塁、山本がね、追い込まれながら、追い込まれるまではね、結構ね、引っ張った感じになるけども、追い込まれたらね、右打ちに徹するっていうね、このバッティングがね、構想して若干高めに浮いたけども、コースいいとこだったよ、ストレートね。それをライト前ね、もう測ったような右打ち、グッパッティング。今年はオールスターいけんじゃないのか、ひょっとしたらファン投票1位もあるんじゃないのか、タミヤと山本ね、今年新生で一番よく頑張ってるセパでね。で、1点先制。で、これ、先週の巨人戦そっくりだなと。って言ったところでね、この解説の時も言いましたけども、DeNA 一番気をつけるのはね、エラー。もう今ね、セリーグで一番エラーもしてるっていうところと、ここ最近もエラーが失点直結していって、無駄な失点を重ねて、勝てる試合も勝てなくなってるっていう、エラーの自滅がね、心配ですよねっていうね、試合前解説の時も言いましたけども、6回表ね、ワンアウトから中野フォアボール。で、森下がね、フルカウントからレフトへね、ツーベース。で、三塁でね、中野がストップしてたのに、まあ、楠本ね、強打の中継で、ワンバンになっちゃってね、強打が取れず、それ転がった間に、中野がね、ホームインで、中継のエラーミスっていうね。で、その後ね、まあ、そこでジャクソン交代して、まあ、ジャクソンもね、ここね、DeNA 的には5回の裏にね、ワンアウトから山本がレフト前ヒットで出て、ワンアウト1塁。で、ここで強打ね、の時に、空振りしちゃってね、多分あれ、ランエンドヒットみたいな、
形だったのかな。でそれで、アウトになっちゃって、で強打もね盗塁アウトになって、で強打もアウトになって9番ね代打も用意してたけども代打出せずっていうところで、ここで順当にいけばね5回の裏にジャクソンに代打出して6回から継投っていうところだったと思うんだけども、まあ、そこで繋がんなかったからねジャクソン投げさせて、まあ、でもミスだからねジャクソン的にはあの自責点っていうの。でその後ね徳山が変わって大山フォアボール出すけども、佐藤ね、前側と抑えてね徳山グッピチここでパンパンって打たれて終わってたからね、そういったところではナイスリリーフだったし、これ中継もねあのもし楠本があそこのねフェンスギアまで行ってたから、フェンスギアからノーパンで投げれないんだったら強打はもっと行かなきゃいけないし、そこをねキャンプでその線外野の方によって中継が近づくのか離れるのかっていうのはキャンプというかずっとやってるはずなんだよね。だからあのそこも届かないんだったらもっと今日あの詰めなきゃいけないよね、あのレフトの方にね。でそれでまた中継足りないんだったら宮崎が入るとかね、しなきゃいけないところで中途半端なワンパンになっちゃって処理できずね、ミスで1点っていうところは、まあ、非常にね、痛かったなっていうね、ところはあります。で DeNA 的にもね、7回裏、フォアボール2つでねチャンス来るけども、楠本ね、セカンドゴロ山本敬遠されて代打大和ねファーストファールフライっていうところで、ここら辺ね村上もナイスピッチングだったし、あとこのね問題はねこれ9回ねピッチャーゲラになって、ワンアウトから牧宮崎が連続ヒットで、ここでねこの牧のね三塁に回ったのあれねめちゃくちゃ走塁的にはね、素晴らしかったね。でこれで、1、3塁になって、代打伊藤光ね、でここで三振だからねもうほぼカットだったのよ。まあたまにこれ158キロのストレートがね気になるっていうところあるけども、なんとか当てたらねなんとかなるっていうところで、最後はねやっぱ逆打ち意識でねなんとかバットに当てるっていうところをね意識してもらいたかったなっていうね。でその後山本もねショートゴロ、あのカットボールは打てない、めちゃくちゃいいと思うの投げ切ったっていうところでね、このチャンスを生かせずね、あの牧のねあの三塁で生かしてもらいたかったけどね、でもあのその後牧はね11回かね、ワンアウトから牧がねピッチャー強襲の内野で出て柴田が送りバントしてツーアウト二塁代打石上っていうところでね、まあ早くスタート切りたい気持ちわかるけども、空振りした時飛び出しちゃってね、で、2-6立っちゃうとバッと気持ちわかるけどね、そこはきっちりやらなきゃいけないね。でもここね、まあ坂本はね見えてるのは当たり前だけど、セカンド木浪がねよく入った、あそこね。キャッチャーいつでも投げる姿勢だけど二遊間入らないから投げれないっていうところあるからね、あそこはねよく入ったっていうところもあるし、あとね阪神の攻撃でこれね11回の表ワンアウト一塁から大山がねファーストファールフライになるんだけども、ここねファーストファールフライ山本が取った時に牧がね三塁に投げるのをねタッチアップされないように全力で中継で、ね、カットに入るのよ、あの姿勢クッと、ああいうの素晴らしいよね。で大和もねこのひょっとしたらね二塁から三塁にタッチアップするかもしれないっていう、だからこう取るよりねこう取ってねすぐ三塁に投げれるような姿勢で取って、で牧もね画面のねここら辺ちょっとねちょっとだけ映るの、ここら辺に全力でねそのファーストとサードの中間地点にカットまでね入るっていうねところをしっかりしてたのが、まあカバーもそうだけど中継に対するそうだけど、それをね全力でできるっていうところがね、素晴らしいね。まあねその逆疲れで刺されちゃったっていうところもあるけども、そこでねメントル落とさないでそういう細かいところまでねしっかりできるっていうのはさすがね DeNA のチームリーダーだっていうねいうところもありますし、12回もね、最終回、2アウト1、3塁チャンス作るけども最後ね渡来が三振というところで、ちょっとこの試合はね DeNA はね1番渡来2番関根がね両者ともに5打数ノーヒットっていうところで、ちょっとここにしかもチャンスがね結構山本が出るから回ったっていう中ではちょっと苦しい展開だったかなっていうね。まあ阪神的にはね結構抑えられたからね、もう終盤徳山だとね、伊勢森原、山崎、石川、松本森っていうところでね、非常にいいピッチングで踏ん張られたっていうところがあって、なかなかねこのチャンスらしいチャンスっていうところも、なかったし、まあこれ11回の表ね、ワンアウト一二塁ここで松本が出てきてね、まあ大山ファーストファールフライ、そして佐藤がね、三振っていうところで、まあここでね一本出ればって、ここ最後ので、ね阪神的にはチャンスだったかなっていうね。でも阪神もねその、村上の後ゲラね、桐敷、島本、岩崎とねランナー出すけどもね最後の最後踏ん張ったっていうところはさすがね粘り強いピッチングだったと思います。結果はね1対1の引き分けでした。さあ24日 DeNA 対阪神、5対3で阪神の勝ちということで、こちらね2連戦ということで、1勝1分けで、阪神の勝ち越しっていうところになりましたけども、2日ともに4時間を超えるゲームでなんとコベコベクラブリッドバーグのライブが試合後行われない悲劇、
佐々木も2日間横浜行ってましたけども、聞きたかったですね。ロマン飛行ね、そして、ミラクルガール聞きたかったです、はい。さあということでね、この試合、先発、DeNA、浜口5回111球4安打6三振6四球1失点5回111球だからね、もう毎イニング20球以上投げて、まあもう全イニング出塁したからね、1回はね先頭近本フォアボールで、2回もね先頭ノイジーがレフト前ヒットで、3回も先頭近本センター前ヒットで、4回も先頭ノイジーが、ライト前ヒットで、5回も先頭ねピッチャー伊藤正史センター前ヒットっていうところで、1回から5回まで全、先頭出塁しましたけども、タイガース打線、5回の、ノイジーの押し出しフォアボールのみというね、この5回はね、先頭伊藤正史ヒット、近本フォアボール、中野ファーストゴロでアウトになるけども、ワンアウト一三塁から森下フォアボール、大山をファーストファウルフライ、いやこれで終わるかなと思ったらね、ノイジーが、押し出しの、フォアボールで1点というね、この1点だけ、まあストライクボールはっきりしてたし、まあ、真っ直ぐカットスライダーチェンジアップフォーク、まあいろいろ駆使して投げててね、まあ的絞りづらかったかな、どこ来るか分からなかったからね。でその中でたまにめっちゃいい球投げてきたりするから、でなんかふわふわふわみたいなね、なんかちょっとあのチェンジアップも、緩急めちゃくちゃついてたし、まあ雨もあって、まあ投げにくさもあったかも分かんないけども、あの見てる方はストレス満載だった。いやまた何球長みたいな感じで、まあその中で1失点だから、まあこれが浜口のスタイルって言ってしまえばスタイルかもわからないけどもね、タイガース打線としてはもう仕留め切ってたら大量得点でね、もうちょっと早く試合ね勝てたかなっていうところだったけども、で阪神先発ね伊藤正史7回99球4安打1三振3四球3失点7回3分の1までノーヒットノーランだからね。でここね5回終わった時に、約30分間36分かな、中断を挟んで、まあ、これもノーヒットノーランじゃなかったら多分投げてないと思うんだよね、変わってたと思うけども、まあ、ノーヒットノーランっていうところもあるから、まあ、続投したっていうところもあるけど、まあ、立ち上がりね若干あの制球ちょっと雨もあって崩してたかなっていうところもあるけども、尻上がりにね、インコースの角度あるストレート系アウトコースのツーシームっていうね幅を利かせた投球、素晴らしくなってきて、でまたねあの中断明けまたねちょっとばらついたなっていうね、立ち上がりと同じような感じかなっていうところもあったけども、6回終わって終わったんだ。7回先頭ね佐野がライト前ヒット、牧がショートフライになるけども宮崎がセンター前ヒットで、ワンアウト一塁から楠本のファーストゴロアウトになるけども、大山ねセカンド投げようと思ったけどあれはちょっと無理しない方がいいよね。で、2アウト2、3塁から山本がね、2シーム、ピッチャー返しセンター前タイムリーヒット、からの2アウト1塁石上のね、ライト前ヒットを森下がね後逸、森下バーッと、まあ雨でスリッピーだからね、多分思ったよりトントーンってきたと思うんだよね。でそれをまあ目切るのも早かったっていうのもあるけども、後逸して、3点目、いやこれで DeNA 勝ったなって試合展開からはねもう思ったけどね、ずっと雨降ってたからね、もう5回でなんで中断したかも分からなかった、ずっと一緒だからね。で中断開けてからより降ってきたっていうところもあるからね、あそこなんで中断したか分かんなかったけども、まあ、DeNA ね、ここで逆転して、まあ、そのまま行くかなっていうね、中でリリーフもね、めちゃくちゃ踏ん張って、中川もね2回をきっちり抑えて、その後ボリーハルが素晴らしく3者連続三振完璧なピッチングしてからの9回ね、山崎康明ね先頭、代打ね糸原にレフト前ヒットで、近本にね、ライト前ヒット、この近本のヒット大きかったね、一、二塁間抜けるね、形の。で、こっからよ、こっから。で、まあ、ストレートね、大体高めに抜けてね、ちょっと抑え効いてないっていうところでスピードも乗ってなかったけども、近本にね、ライト前ヒットを打たれてから、こう、中野に対して、7球全部ストレートなの。で、近本の時も3球全部ストレート。で、首振ってストレート投げてたからね。で、それで、中野にセンター前ヒットで満塁になって、で、ここね、森下の時に、ツーシーム投げて、で、3球目ストレート投げてデッドボールっていうところで、この近本中野の時のね、この10球連続ストレートのね、意図が分かんないで、正直。でも山本はサイン出したけど、山崎康明首打ってたから、この山崎康明の意図が全く分かんないね。なぜこのストレートにこだわったか、しかもストレートもそんな、ね、スピードも乗ってない、指にもかかってない、ちょっと抜け気味、高めに入るっていうね、この、全く良さ分かんなかったけども、裏書いていってんのか何なのか分かんなかったけど、ちょっとここの意図がね全く分かんなかったっていうね。で森下デッドボールで、ここ徳山に変わるけど、まあ、この状況で抑えるのはね厳しいよなんて言ってもね、なかなかただでさえノーアウト満塁で抑えれないのにね。で、大山が、センター前ヒットタイムリーで、ノイジーが押し出し、そして佐藤がねダブルプレーで終わるけども、梅のフォアボール、木浪レフト前ヒットで、5対3
で最後はね、ゲラができてきて、完璧に抑え切るっていうね、ところでは阪神としたらね、完璧な試合展開、まあそのままねスンと本当だったら多分ノーヒットノーランじゃなかったらね、意図も多分変わってて、そのまま1対0で勝ってた試合だったとは思うけどもね、まあ雨も影響と、まあノーヒットノーラン続いてるっていうところでね、3点取られたけども、まあ最終回よく踏ん張ったね、近本のヒット大きかったね、まあ代打糸原先頭出たっていうのもね、大きかったけども、連打連打フォアボールでね、しっかり逆転勝ち、タイガースに取ったらね、1勝1分け、いい形のね、この2連戦だったんじゃないでしょうか。あと渡来がね、全く打ててないっていうところで、この日もね、5打数ノーヒットで、全体的に言うとこの2カードは、10打数ノーヒットだからね。で日曜日に1本ヒット打ってるけど、その前も5タコっていうところで、この 1,2,3,4,5 この6試合で言うと、直近6試合で言うと 21,2,3,4,5 28打数2安打だからね、ちょっとこれはで三振が8だから、ちょっとこれ重症っぽい。あとね、全体的に、まあ、でホームについてんだけど、ここインコースを見極め悪いね。ボールでも何でも振るから、でしかもバットコントロールいいから当てちゃうんだよね。でそれが、まあ、アウトになってくるっていうところと、そこ無理に振りに行くから、これ膝元の変化球っていうところか全く見えてないからクックルするっていうね。であとはまだ昨日の試合も特にそうだったけども、初球からもう振れなくなってきてるからね。そういったところでちょっと良さが半減しててね、ちょっとボールの見極めが悪くなってんなっていうね、ところがあります。まあね、今日試合ないんでね、また金曜日からどうなっていくのかっていうところはありますけども、この2連戦ね、1勝1分けで阪神の勝ち越しでした。続いて、巨人対中日、2対0で、巨人の勝ちというところで、まあ巨人はなかなかね、打線をまだまだ苦しいなっていうところもあるけども、ピッチャー陣はさすがね、山崎より6回3分の1、87球、3安打4三振、1球1デッドボールも失点と、まあ前回ね、甲子園での引き分けの試合、自らがね、村上がタイムリー打って1点取ったけども、まあミスでね、失点してしまったっていうところはあるけども、まあそこに引き続いてね、非常に遅いカーブっていうところも環境あるし、アウトコース低めもあるし、シュートね、インコースストレートっていうところも非常にね、コース、あと緩急っていうところは、この試合もね、ひたちなか、ビジターね、地方球場だったけども、しっかりピッチングできたっていうところは、良かったし、あとはね、この、7回途中、ここね、うまくね、スイッチしたベンチの采配も良かったかなと、先頭中とフォアボール、細川三振取るけども、岡林レフト前ヒット。で、ワンアウト一二塁でね、代打大島が出てきたところで、ピッチャーね、高橋に代わって、大島ショートゴロ、そして山本のね、見逃し三振っていうね、高梨のグッピッチングもあったけども、ここね、しっかり勝負どころと踏んでね、ピッチャー交代したタイミングというところは良かったんじゃないのかっていうね。で、巨人はね、先制、ワンアウトからね、初回、オコエがツーベース、そして坂本がレフトにタイムリーヒットっていうね、ここまでなかなかチャンス作ってもタイムリー出なくてね、坂本岡本となかなかね、苦しいところだったけども、これね、初回にしっかり、チャンスをものにして先制。でもその後ね、岡本こう4、3ダブルプレーっていうところで、まあまだまだなかなかね、苦しいなと。で、4回裏ね、ワンアウトからその岡本がね、ショート山本がね、あちゃ、落球というところで、あれはね、細川もそこまで来てたからね。だから、あそこをショートの山本に行かさないで、まあ結果的に山本のエラーがついたけども、あれはもうね、レフトの細川が取るべきだったね、正直ね。で、落として、でもここでしっかり岡本セカンドまで行ってたっていうのが良かったね。で、ワンアウト2塁から丸がアウトになるけども、萩尾はね、レフトでタイムリーヒット、ここでもね、2アウトになってからしっかりね、1点もぎ取ったっていうところでは、まあ、チームね、4安打だからね、なかなか苦しい展開だったけど、そんなチャンスがない中でね、しっかりものにしたっていうところは大きかったし、まあ、ドラゴンズはね、先発小笠原、7回92球、4安打2三振、無四球2失点っていうね、まあ、もう正直4回ね、自責点1だからね、4回はミスだから、まあ、これはもう攻められないね。だからドラゴンズとしたら、まあ、唯一って言ってもう完璧にね抑えられてきたからね、まあ、唯一のチャンスで言うと、まあ、4回ね、三好が、ツーベースで中見家送りバントしてワンアウト三塁から、仮してショートゴロ、中田ねショートゴロっていうところで、ここでね1本です、ここで1点でも取れたんだなっていうね。だから最近ちょっとね、ドラゴンズも、こう、要所で1本出なくなったよね。で、7回チャンスもね、系統にやられて、で、8回3者連続三振、で、9回もね、ランナー1人出すけども、大勢にね、しっかり打ち取られるっていうところで、ジャイアンツは高梨、バルノダード、大勢がね、しっかりリリーフして、バルノダードいいね、3者連続三振。まあ、これはね、ちょっと仕方ないね。まあ、ジャイアンツがちょっとずつ浮いてきたかなっていうところと、ドラゴンズはね、こう、パンパンパンっていう全つながりがあったところで、小休憩。まあ、ここはね、どうにか踏ん張りどころだね。初戦はね、2対0でジャイアンツの勝利でした。
さあ24日の試合、巨人対中日3対2で中日の勝ちというところでね、中日先発は涌井、5回101球5安打2三振3四球2失点というところで、まあ、今季ね初失点したけども、まあ、きっちり試合も作ってね、初回だけっていうところでは2勝目ね、グッピッチね、巨人先発ね赤星7回102球8安打4三振3失点というところでしたけども、自責にかな、めちゃくちゃいいピッチングでね試合作って、まあ、初回だけだったからね、初回ワンアウトからね、長野がセンター前ヒットでカリステにね若干逆球になったところをレフトスタンドでねツーランホームランっていうね先制パンチ打たれるけども、ジャイアンツもね、2回の裏先頭岡本がライト前ヒット、マリアアウトになるけども萩尾がね、ライトへタイムリースリーベースっていうね、ところで、ワンアウト三塁から岸田が犠牲フライでこうすぐ同点追いつく、この展開はねめちゃくちゃ良かったけどもね、まあ、巨人としてのね問題点はまずこの3回裏、その後ね、岡本丸フォアボールフォアボールで、2アウト満塁のチャンス作るけども、萩尾がね、ファーストフライっていうね、2打席連続タイムリー打てず、そして4回岸田、センター前吉川ライト前でノーアウト1塁チャンス作るけども、赤星がね送りバント失敗、ここね中田のチャージめちゃくちゃ良かったけどね、この3号で、ね、フォースプレーっていうのもあったけどね、でもまあワンストライク追い込まれてるから、まあ、やりやすい方のファースト側にしたのはまあわかるけども、本当だってやっぱサード側にしなきゃいけないからね、まあ、バントも悪くなかったけども、まあ、中田がチャージしてくるっていうところもね考えると本当はサード側が良かったけども、これは中田のねグップレー、スーパープレーね。でその後門脇恭子がね、倒れて、もうここでね終わりだから、巨人の攻撃は、5回6回、7回8回のフォアボールでランナー出るけども、9回と、8回のフォアボールランナー1人出ただけで、あとはね、ドラゴンズ、涌井、それからリリーフ陣もうシャットアウトっていうね、まあ、ドラゴンズもね、ランナー出すけどもね、連打が出ずっていうところで赤星はねいい形で、しのぎ切ってね、で6回にも、ワンアウト一塁のピンチだったけども、セカンド牽制でね、中田が刺される、中田バーンと守備はナイスプレーだったけども、両手に膝を置いてボーッとしすぎっていうね、投げたとこも良かったしね、タッチも良かったけどね、でその後岡林をね、セカンドゴロに打ち取ってピンチに出してね2対2で続く中で、まあ、7回ね先頭木下がツーベース、そしてここで山本がね送りバント、これねこれもファースト側だったけども、まあ、サードがタッチプレーかフォースプレーかっていうので全然違うからね、でその中でね、ワンアウト三塁になって、代打大島の時ね、多分サードランナーね小田にねダイソーになってきたから、もうここ勝負だからギャンブルスタートになってたと思うんだよね、でそこ大島が空振りしたところを岸田がね、三塁投げたらね、ランナーに当たるっていうね、だからねもうねよっぽどねちゃんとサードは投げないとランナー当たっちゃうからね、でそれがね決勝点になっちゃって、まあ岸田のトライは良かったけどね、送球が悪かったバッとね、でミスで負けるって、ジャイアンツ最近ほんとここね4月中盤以降ちょっとミスで負けるっていうところが出てきてるからね、もったいないよね。あと打線が、まあ、機能しないからね。機能しなかったら、そのね、最小失点差を勝っていかなきゃいけないところでね、ミスで得点上げてたらね、ちょっと勝ち得ないよっていうね。で、中日はね、斉藤豪樹、松山マルティネスがね、完璧にリーフで仕切って、しっかり0点でね、抑えて逃げ切り勝ちっていうね。まあ、ドラゴンズもね、最近連敗中だったかな。1,2,3,4,5 連敗中だったからね、まあ、これがストップしたっていうところで、まあ、今日の試合ね、木曜日試合しっかり勝って勝ち越したいところだし、巨人もねさすがに、負け越せないでしょうっていうね、巨人も、広島3連勝して以来ね、先週1勝もしてないしね、このゲームね今日の試合でどっちが勝ち越すか、どっちにとったら大きい試合展開になったんじゃないでしょうか。さあ巨人対中日、25日の試合3対2で巨人の勝利ということで、このカードね2勝1敗で巨人の勝ち越しになりましたけども、まあ、巨人としてはこの勝ち越しねめちゃくちゃでかかったなっていうところで、巨人の先発菅野ね、6回93球6安打3三振2四球2失点っていうところでね、6回ゲームを作って非常にね踏ん張った投球ね、まあ、なんとかね最少失点で抑えたところをね逆転勝ちしてくれたっていうところで勝ち投手、中日先発柳、6回74球2安打6三振2四球3失点と一発に沈むっていうね、ところで中日はね柳、橋本、清水とねリリーフがつないで被安打2だからね、これはね攻められない、きついね。でジャイアンツは菅野から西舘、バルドナード、大勢とね、リリーフもしっかり抑えて、まあ、3対2だけども、ドラゴンズはね5回にね、先制、村松ライト前ヒット、柳が送りバントを決めてワンアウト2塁からね岡林が先制のねタイムリーツーベース、
で、ここでね、ワンアウト二塁から田中美希がセカンドゴロ。で、カリステスフォアボールで中田がセカンドゴロ。ここね、勢いに任せてもう一点ね、取りたかったっていうところと、まあ、6回表ね、先頭細川がね、高めのボール球だったけどね、思いっきりかぶせて引っ張り込んで、レフトにね、ソロホームラン。ね。で、ここで2対0。いや、このままね、勝つかなとね、勢いはこのままね、中日だったし、5回まで、柳はね、ノーヒットノーランだからね、その中で6回ね、先頭吉川が、もうちょっとでね、ホームランっていうタイム、ツーベースを打って、で、菅野に代わって代打大城、ね、ここレフトフライ。まあ、ここでまた6回だったからね、最低でも引っ張ってね、進塁打打ってほしかったなっていうね、で、門脇も、レフトフライでアウト。で、2番佐々木がね、フォアボールで2アウト2塁からね、ワンストライク後、インコースね、思いっきり引っ張り込んで、打った瞬間の3ランホームラン、ね、サポート。まあこれホームラン打たれたけど、柳も攻められないよね。強いて言うならば、やっぱり佐々木のね、フォアボールが痛かったっていうね。まあここね、勝負したかったっていうところもあるけども、まあこのね、ホームラン一発で、ジャイアンツはね、逃げ切るんだけども、まあこの一発でね、流れを変えてね、ガーッとね、明日からのね、3連戦、DeNA 戦行きたいなっていうね。あ、佐々木、J スポーツオンデマンドで、またケチャップさんと、解説しますので、ぜひ見てください。ね。7回表、ね、西舘、ルーキーからね、10試合連続ホールドっていうね、素晴らしいピッチング。で、8回はね、バルドナード、先頭カリステにね、ヒットは打たれるけども、中田細川ね、福永と連続で打ち取って、で、9回もね、大勢がしっかりね、抑えるっていうところでは、まあ完璧なね、試合展開、だったかな、とね。まあ、強いて言ったで、ドラゴンズもね、チャンスを必ずものにしてるけども、まあ、4回表ね、先頭田中美樹がツーベース、カリステ三振。だここでね、最低でもね、進塁打とか、ところもあったけどね。で、中田がね、内野安打。で、ワンアウト一三塁から細川ね、いい形でね、逆方向だったけども、セカンドライナーね。で、上林フォアボール。で、加藤がね、三振っていうところで。まあ、ここね、まあ、結果論だけどね、まあ、ここで1点取りたかったっていうところもあるけど、まあ、これは仕方ないね。柳もね、菅野もいいピッチングだったしね、ジャイアンツは坂本の一発。まあ、これでね、勢いに乗って流れを変えれるかっていうね、ところで次のカードね、どうなるのか。まあ、この3連戦ね、ジャイアンツの2勝1敗で勝ち越しでした。続いて、ヤクルト広島。2対0で広島の勝ちというところで、広島先発床田。8回116球、4安打7三振、2四球無失点と、ね、左バッターにもインコースを投げて、村上のね、対戦が見事だったなっていうね、1打席目はね、ツーシームね、ストレート、インコース投げてね、最後はね、外に振って最後インコースストレートでね、三振に取って、次の打席ね、4回に、今度はインコースは1球見せただけで、あと全部外でね、見逃し三振っていうね、このインコース、1打席目にインコース買って、次は外に行くっていう中ではね、キャッチャーのね、坂倉、見事なね、配球だったなっていうね。で、しかもそれにね、答えてきっちり投げたからね、インコース、アウトコース、低めね、もうとこだ、完璧ね。で、広島、ヤクルト先発、吉村ね、7回101球、5安打4三振、無四球2失点というところで、まあ一発だけだからね、まあ攻められないっていうね、無四球できた中でね、問題は、7回ね、ワンアウト取ってから小園ライト前ヒット、で、坂倉サードゴロアウトで、ウグサがね、甘く入ってきたところを、ライトスタンドへね、今季2本目のね、ツーランホームランっていうところで、まあ、ツーボール、ツーストライクからね、ちょっとど真ん中、アウトコースがど真ん中に入っちゃってね、ホームラン。まあ、でもね、全体的に床田はね、きっちり投げてたけど、吉村はね、甘いでも結構多かったんだよね。ちょっとインコース、左バッターのインコースになったから真ん中入るとかね、菊池の時もレフトフライになったけど、甘めに入るとかね、っていう、結構ね、逆ダムとか甘めに入るところ多かったけど、でもそれ多分力あったんだろうね。それをしっかり抑えてたけども、7回ね、まあ、ちょっとね、球質も落ちたところで、ミスコントロールしたところを、まあ、うぐさんにね、ものの見事に、ツーランホームランで、2対0っていうね、まあ、攻撃側ね、ほぼノーチャンスだったね。ほぼチャンスなくて、もうヤクルトとしたら、完敗で、まあ、カープとしたら、まあね、ワンチャンスをね、ものにしてこの一発ホームランっていうところでね、まあ、なかなかね、広島も、5安打、ヤクルトも4安打だからね、どちらもね、投手陣頑張ったけどもね、ウグサの一発で、まあ、この接戦はね、ホームランかエラーかっていうところでね、決まることが多い中で、一発でね、ウグサ頑張ってね、ナイスホームランでした。初戦はね、2対0、広島の完勝でした。続いて、ヤクルト対広島、9対8でヤクルトのサヨナラ勝ちということで、この試合ね、水曜日がね、雨で中止になったんで、1勝1敗の五分っていう形になりましたけども、まあ、正直ね、解説不能です。ね、広島先発8ね、2回42球、6安打、3失0、1四球1デッドボール6失点。で、ヤクルト先発高橋奎二ね、3回3分の2、85球、6安打2三振、2四球1デッドボール6失点と、まあ、高橋奎二はね、この4回か、黒原のね、レフト、これね、サンタナが照明かぶっちゃってね、取れなくて、これ多分取ってたらこの回の2点はね、なかったかなと思うんだけども、ここら辺ね、ちょっと不運もあったけど、まあその後ね、ちょっとね、
メンタル落ちたかね、上本のデッドボールっていうところで交代するんだけどもね。いや、まあこれはもうね、解説不能です。よく打ちました。両チームね。で、まあね、8回ぐらいにね、島内で、栗林が出てきて、広島はそのまま終わりかったところだけども、ね、8回ね、先頭長岡ツーベース。で、中村がね、バントしっかり送って、ワンアウト三塁からね、川端が高めのストレートね、三遊間で同点になって、9回裏ね、村上にはね、完璧なストレートで三振取って、で、サンタにもね、ストレート。まあ、ボールめっちゃ良かったよ。栗林も全力で投げて、サンタもね、フルスイングで振って、サヨナラホームランだから、まあ気持ちいい戦いだってね、別に栗林が悪いわけでもないしね、サンタナがね、一枚上回ったかなっていうところだけども、これはもうね、ちょっと解説しきれないね。もうどこがどうとかじゃないしね、広島上本4打数2安打、菊池4打数2安打3打点1ホーマー、野間5打数3安打2打点っていうね、もう攻められない。もうサンタナ5打数2安打4打点1ホーマー、満塁ホームランね、長岡4打数3安打、まあ、両チームよく打ったね。こういうのはね、もう解説不能です。もうね、最後はサンタナがね、よく打ち勝ったっていうところでね、まあ結果はね、1勝1敗の5分なんでね、まあまあ最低限って言ったところじゃないでしょうか。ちょっと9対8ヤクルトの勝利、1勝1敗のカードは5分でした。続いて、ロッテ対ソフトバンク、23日の試合、2対4でソフトバンクの勝利ということで、ロッテ1万試合目、ロッテとしてね、負けちゃうっていうね、あるあるネタです。ロッテ、記念日試合、負けがち。あるある。はい、っていうところでね、ロッテ先発佐々木朗希、7回105球、5安打4三振、2四球3失点。でソフトバンクね、先発有原、9回107球、3安打9三振、1四球2失点、完投勝利というね、ところで、ソフトバンクはね、4回先制、先頭今宮レフト前ヒット、柳田レフト前ヒット、山川アウトになるけども、近藤がね、レフトへタイムリーヒット、で、ワンアウト1塁から中村晃のファーストゴロを、上田がね、セカンド送球、そしてその上がね、近藤の、ヘルメットに当たって悪送球で2点目というところで、ここ、ミーティングなのかな、なんか、ね、もうフルスイングするんじゃなくて、もう合わせていこう、合わせていこう、コンパクトに振っていこうっていうところで、今宮、柳田ね、近藤、全部変化球をね、まあ、佐々木朗希のポジティブなとこでもあるし、ネガティブなとこでもあるんだけど、変化球でも結構ストライクゾーン投げてくるからね、それをコンパクトに合わせていこうっていうところで、今宮がライト前、柳田がレフト前って逆方向で、最後、近藤がね、三塁線に抜けるっていうところで、これ作戦かな、みんなが同じようなバッティングするから、チームオーダーかもわかんないよね。考えてきたこと。まあ、それを体現できるっていうところもそうだし、まあ、佐々木朗希攻略の糸口っていうところであって、で、ワンアウト一塁からね、ファーストウェイでも、取ってからね、その場で回転して投げてたら、自分が投げるところと、ショートのところにランナーが被らないで問題なかったけども、前に、わざわざ前にステップしに行って投げたから、それはもう、セカンドにね、ショートの間にもう、近藤が一直線にいるからね、あれはちょっと、まだファースト経験不足なのかな。もうちょっとね、その、取ってからの動きっていうところを練習しないと、送球自体は悪くなかったけどね、ただそこにいたけども、投げるポジショニングだよね。そういったところではこのね、まあ、佐々木朗希の時にこのミスは1体よね。でもその後5回の裏に、山口がね、ホームランで1点返すけども、7回の表に2アウトからね、牧原がライト前ヒット。で、盗塁成功して、川村がね、レフトオーバー、タイムリーツーベースっていうね、川村、グバッて、ね、チャンス生かしてる。ね。で、7回の裏にポランコがね、ホームランで1点返して、また1点返すけども、8回の表にね、ピッチャー国吉に代わって、フォアボール2つで、2アウト1塁から栗原がね、レフトにタイムリーヒットっていうところで、まあ4対2ね、まあそのままゲームセット。で、ロッテはね、3安打だから、ポランコのホームラン、山口のホームラン、そして、藤岡のね、センター前ヒットっていうね、まあそれはなかなか勝てないよね。なんかソフトバンクにいいように、全部やりたいようにやられたなっていうね、測ったように、チームオーダーでやってきたことで、佐々木朗希を崩して、ね、で、7回には2アウトからランナーで盗塁で進塁させて1本っていうね、で、フォアボールでチャンスを生かして、最後ね、1本打つっていうね、もうやりたいようにやられちゃったかなと。で、この試合のね、最高に見せ場はね、9回裏ね、2アウトから藤岡がセンター前ヒットに出て、2アウト1塁、ポランコね、先ほどホームラン打ってる、一発でね、同点っていうところで、これはね、見事だってね、有原も見事だけども、やっぱこのね、回のね、リードも見事だったね。絶対ホームランだけはダメなんだよね。そうなってくると、ポランコがホームラン打つって言うともうライトだよね。完全プロヒッターだから。まあレフトにも打つかもしんないけども考えにくい。その中で初球ね、チェンジアップでアウトコース低め、いいところ、ストライク。で、2球目アウトコースストレート。もうあれは打てない。もうギリギリのところでストライク。で、3球目絶対高めに浮かないようにチェンジアップを低めにワンパン。で、4球目ちょっとシンカー気味にアウトローに押していくチェンジアップで、三振と。もう絶対ホームランはダメやと。ね。アウトコース低めで勝負やと。そのね、この回の最新のリードの配球っていうのも素晴らしかったし、それに応えた
あの有原の投球もねマジで見事だった。これはね、わーいい勝負だね。このね9回裏のポランコの対決はねいい勝負だったね。無駄なインコースとか高めとか全く使わないで、間違っても一発ないように細心の注意を払いながら、この配球ね、まさしくプロのね、見せ場だったかなと思うところです。はい、グッドリード。そしたらそれに応えた有原、グッピッチ、ね、まあ、結果ね4対2ソフトバンクとしては快勝。ロッテはねローテーションを変えてまで佐々木朗希をこのソフトバンクを持ってきて初戦で負けるっていうところはね、まあ、明日以降どうなるのかわからないけども、ちょっとねあの計算違いの敗戦になったんじゃないでしょうか。ロッテ対ソフトバンク24回の試合、10対1でソフトバンク圧勝。7回雨天コールドゲーム、もうそれはコールドにしやすいよね。ね、DeNA 阪神もずっと雨降ってたけど、やっぱり1対0だからね、なかなか中心しづらいというところもあったけども、もう10対1だったら中心してもね、お互い納得っていうね。ところでソフトバンク先発大関、5回73球、5安打3三振、1球1デッドボール1失点と、まあ、味方のね、大量得点にも恵まれてね、スイスイスイと。で、ロッテ先発ね、高野、3回64球、3安打2三振、3四球2失点っていうところで、まあどうなんだろうね、ちょっとまだ観察中、良くも悪くもよく分かんないっていうね、ところで、まあ、次回登板もね、まあ、見ていきましょうっていうね、ところで、まあ、ロッテは5安打1得点だからね、ほぼ攻撃してないから、まあ、唯一の勝てるチャンス、この10対1の中で唯一の勝てるチャンスは初回の2アウトからポランコフォアボール、外ライト前ヒット、2アウト1、3塁、ここで山口がタイムリー打ってたらひょっとしたら勝ってたかもしれない。もうそれだけね、5回に荻野がタイムリーヒット打ったけども、もうねこれ焼き石に水っていうね、この初回山口がタイムリー打ってたらひょっとしたら勝ったかもしれない、それぐらいもうね。あとソフトバンクはね、3回に川村センター前ヒット、今宮柳田が連続フォアボールで、山川犠牲フライ、近藤がね、のセカンドゴロの間に1点上げるなんだけども、ここねノーアウト満塁で山川のレフトの犠牲フライ、レフト荻野なんでホームにダイレクトに投げるの、最低でも低くでしょね。でここきっちりねセカンドランナー今宮、サードランナー柳田がねきっちり犠牲フライでね、あの三塁と二塁に行ったことによってワンアウト一三塁作って、近藤の時に内野手に下がったからセカンドゴロで1点取れるっていうところでは、このねもう荻野のボンミスもボンミスすぎるっていうね。もうしかもホーム楽々セーフだったからね、それだったらどっちにしても低いので、中村ジャンプしてたからね、ジャンプしなくてもいいようにカットできするかどうか分かんないところで行ったら走れないのに、レフトフライの定位置ぐらいでセカンドランナー3塁タッチアップされたら最悪よ。しかも8回とか9回で1点勝負してるところでおとりになるためにだったら分かるけど、3回だからね、ちゃんと野球しようね。でもそこをねソフトバンクはついていくっていうところでね、いい形を、それで2点目ゲット。で4回にもね、ワンアウトから、下位のショートゴロ、普通のショートゴロを友杉が悪送球ね、雨が滑ったとか言うかも分かんないけども、そんなの全員一緒。そして、牧原がね、ライト前ヒットで、ワンアウト一三塁、川村フォアボールで、満塁から、今宮がタイムリー、で柳田のセカンドゴロの間に1点上げて、山川タイムリーで、一気に4点で、5回でも先頭栗原ツーベース、回アウトになるけども、牧原川村が連続タイムリーで、先頭柳田がタイムリーを打って、10点目ゲームセット、やりたい放題やられるっていうね。であとはこのねソフトバンクのねいいところはちょっとね、シュートが外れてるところでこの川村がね上がってきてね、こう大活躍っていうね、ロッテにはそれがないんだよね。こうなんかファームから上がってきたとか若手の台頭って言ったところで、そういうとこうわーえぐいじゃんっていうのが全然ないっていうね。結局荻野ポランコ外に頼る勝ちで、最近ね佐藤としてがねいい形で打ってるけどもね、周りがカバーしきれずっていうね、なんかびっくりするような若手が育ってけえもんな。まあ、挙動なんでしょうね。佐々木千葉テレビ解説です。はい。まあね、もう終わってるんでね、見られた方はどうでしたか。結果ね、10対1、ソフトバンクの勝利。ソフトバンク3連勝するのかどうなのか。続いて、ロッテ対ソフトバンク、0対6で、ソフトバンク完封勝利。このカード、ソフトバンクの3連勝っていうね、もう完勝です。この試合ね、千葉テレビで解説言ってましたけども、正直ね、ハイライトがね、これ、ホークスファンのためだけのハイライトじゃないんですかっていうぐらい、ホークスのいいとこばっかりです。ホークス先発ね、大津、7回108球、2安打7三振、1球無失点というところで、まあ、チェンジアップ、スプリットね、カーブ、スライダー、カットボールね、まっすぐ、まあ、いろんなね、球種も含めてね、完璧に近いね、素晴らしいピッチング、グッピッチ。もう、見ててね、大津が素晴らしいのか、ロッテ打線がヘボいのか、もう分からない。ね。で、ロッテ先発、西野、5回88球、9安打5三振、1球5失点というところで、まあ、右バッターのインコースね、まあ、ストライクしっかり投げれなかったっていうところが、まあね、敗因かな。立ち上がり、そんなね、悪そうな感じに見えなかったけどね。
で、その中でね、ホークス4回の表ね、先頭柳田がセンター前ヒットで、山川がね、ツーランホームラン。ここもね、初球ね、1、2、3とね、ツーシームインコース投げて全部ボールなのよ。これでストライク1球は投げなきゃいけなかったのに、全部ボールがね、で、結局、スリーボールからスライダー投げて、最後ね、アウトコースストレート。そんな悪くなかったけどね、その球は。でも山川としたらもうインコース絶対来ないね。で、アウトコースじゃんね。それをいいとこだったけども、しっかり狙われて、右中間へね、ツーランホームラン。ね。で、5回の表、ね、川村がヒット、今宮送りバント。もうこんなんね、先頭出たら、今宮が送りバントしたら、柳田、山川、近藤いるからね、誰か打つから絶対1点入るっていうね、すごい安心感ある打線だね。で、柳田がね、ライトへタイムリーヒット。で、山川はアウトになるけども、近藤がね、こうインコースで、ピシャーってレフトね、ライン上に落として、で、ここで終わればいいのにね、栗原にまたツーベースを打たれてね、5失点目。これでね、ゲームセットっていうね。形で、で、9回にはね、増田が、久しぶりの登板だったんじゃないかな。ね、4月3日以来、22日ぶりの登板だったけども、1回28球、2安打、2三振、1デッドボール、1フォアボールでね、自責点1っていうところで、まあ、今後の使い方にね、また不安が残るね、ピッチングになっちゃったかなっていうね。で、ロッテはね、2安打、田村のね、レフト。あれ入ったかと思ったけどね、打った瞬間ね、3回裏ね、あれ入ってたらね、状況変わったかもわかんないけど、あれ入れれないところがね、まあ、もう一つだね。で、外がね、4回か、ツーアウトから外がツーベース打つけどね、まあ、この2安打だけだからね、もう打つでなしっていう、まっすぐは振り遅れて詰まる、変化球は泳いでタイミング取れてないっていうね、ロッテ打線は何待ってるんですかっていうね、ところの試合で、何もいいところありませんでした。特にロッテに対して言うことありません。言うことないぐらい完敗です。ソフトバンクはもうやることなすことうまくいって、全部思い通りにやって、簡単な策で簡単な試合展開だったんじゃないのかなってね、解説してても思いました。結果はね、ソフトバンクの3連勝でした。続いて、オリックス対西武。2対1でオリックスの勝利というところで、西武先発平良ね、6回108球、9安打5三振、2四球1デッドボール2失点というところで、まあ攻められないね。平もうずっといいピッチングしてんじゃないの。防御率 1.46 だよ。ね、自責点で言うと2点、1点、1点、0点いった開幕してからオリックス戦0、1、1、2だからね。防御率 1.46、1勝2敗。攻められないね。これはもう平のせいじゃないよね。で、オリックス先発ね、田島。5回89球、3安打5三振、2四球1失点というところで、まあこちらもね、非常にね、グッピッチ。ね、自分の役割果たしたかなとね。まあ前回ね、楽天戦に3イニングね、5失点というところでね、ちょっと不甲斐ないピッチングだったけども、もう最近俺ね、田島マニアになってきててね、田島のいいフォームを探そうっていうところで、まあこの試合ね、田島の、まあ沈み込むのがいいピッチングだったのかなと思ってたけども、いや、これじゃないのかなと思って、昨日の試合はね、若干広がりかけるんだけども、腕がね、広がりかけるとこから上から出てくるんだよね。それによって球の力もついてたし、制球力も安定したと思うんでね。あれがね、横の回転行くんだけども、これがこうなってきた時に多分やばいんだよね。横行くけども、こう縦に来たっていうね、あ、これがいいのかな。今ね、研究中です。田島のピッチング方も。ね、その中でね、多分仮説を立てながら、でもこうやって現役中もこうやってやってたんでね、いろんなピッチャーのビデオを見ながら、こいつの一番いいピッチングと一番見てやらなきゃいけないところはどこなんだろうっていう感じで、その相手の打線のね、配球を見るのもあるけども、ビデオで自分のチームのピッチャーのフォームを何回も何回もいい時も悪い時も全部見て、あ、悪くなったらこうなるんちゃうか、これがいいフォームなんじゃないのか、あ、これがこいつのポイントなのかな、いや違うかな、え、これかなっていうのをもう何試合も何試合も何年も何年も見ながら、そのピッチャーの正解を導いて出していくっていうやり方をやってたから、まあ、今もそれをやってんだけど、それまあ全投手できないからね、俺もそのチームの所属じゃないから。でも今はね、田島マニア、田島のピッチングをね、どうやったらよくできるのかをね、今研究中です。だから広がっても縦に落とすっていうところの腕の振りが昨日はね、良かったんでね、それなのかなって思ってますね。フォアボールも少なかったしね、3安打というところでは非常にね、素晴らしいピッチング。で、オリックスはね、2回裏、先頭の頓宮ツーベース。で、森がね、ファーストフライ。ここ進塁で打ちたかったよね。でも、紅林がね、フォアボール選んでワンアウト1塁。宗がね、レフト前ヒット。で、ワンアウト満塁から若月がね、犠牲フライ。で、ツーアウト2、3塁になってからもね、福田がタイムリーヒットでしっかり2点先制。でも、この時もね、若月がね、センター犠牲フライ打った時に、セカンドランナー、紅林がもちろんサードにタッチアップするんだけども、ファースト宗もね、ちゃんとね、セカンドにタッチアップしてね、走塁。で、その後ね、だから2アウト1塁になって、福田のね、タイムリーヒットに、なるんだけども、まあ、ここね、センターね、長谷川が本塁にね、投げて、若干ね、それだけども、キャッチャーのね、炭谷がね、うまいことタッチして、
アウトにしたっていうところもあるけども、あれしっかり宗がね、セカンドまで行ってたからね、この3点目が取れるかもっていうところのね、せめぎ合いだった時に、まあ結果アウトになっちゃったけどね、あれは非常にね、素晴らしい走塁だったと思います。まあ長谷川もね、しっかりさせて、隅田のね、タッチもね、ちょっと危なかったけどね、それだからね、非常に粘り強く良かったと思います。で、その後ね、西武。俺もう西武ね、今1割9分何厘なんだよね。パリーグで唯一の得点圏打率1割台なんだよね。で、その中でもう唯一のチャンスは、このもう、4回表だけ、西武は。ね。その中で先頭おかわりくんツーベース。で、佐藤ね、流星、フォアボール。で、ノーアウト1、2塁からアギラ、フォアボール。ここでね、唯一田島のピンチっていうところで、この隅田にね、ノーアウト満塁から、サードゴロ。胸もね、胸若干ポジショニング入るの遠かったよね、ボールにね。逆シングルで行こうと思ったところを取れなくてね。まあ、ファンブル。まあ、エラーになっちゃったけどね。まあ、やりびく姿勢はわかるけどね。で、その後ね、1点返して2対1。で、ノーアウト満塁から。ここでね、若林三振、殿崎三振、長谷川がね、センターフライで、ノーアウト満塁から、まあ、1点しか取れず、相手のミス。で、引き続きノーアウト満塁続いたけども、0点っていうね。だからもうね、こうなってくると、この前の、安倍監督の満塁で小林へのセーフティースクイーズじゃないけども、作戦しよう。黙ってても無理やで。その、調子いい時は黙っててもいいけど、こうも点入らへんかったら、もう、動こう。作戦しよう。スクイーズでも、セーフティースクイーズでも、何でも、もう、よく言ってられへんよ。そうやって動かないと、ね、泣かぬなら泣かせてみようほととぎすで泣くまで待とうじゃ終わっちゃうよ。だからここはもうねちょっとセーブ作戦が少ないように思えるからそういった貪欲にね作戦して1点を取りに行くっていうところした方がいいよね。この試合4安打もうほぼノーチャンスだからこのイニングだけだったからね。ここしかも同点に追いつけただけにまあここで点取れなかったのは仕方ないけどもここの反省を踏まえてはもうちょっと作戦した方がいいんちゃうかっていうところの見解です。でオリックスはねまあ2対1で勝ったんだけど全イニングランナー出てるからねその中でまあ2点はちょっと寂しいよね。だから4回にもね2人ランナー出すけどもワンアウト1、3塁から宗がね543ダブルプレーだったりとか5回にもね2アウト満塁チャンス作るけども頓宮がねショートゴロだったりとかね6回も先頭森が出るけどもねワンアウト二塁からね、宗のライトライナーを森が飛び出してしまう。バッと。あれは飛び出しちゃダメです。まさかカウント間違えてませんよね。っていうね。で、7回にもね、福田が出るけども、463ダブルプレーだったりとか。ね。まあなかなかね、だから西武投手陣もね、めちゃくちゃ頑張ったんだけどね。平増田ね、水上とね、めちゃくちゃ頑張ったんだけども、やっぱ打線の援護なかったらね、厳しいなっていうところの、試合でしたし、まあね、オリックスとしては、しっかりね、田島の後、高島ね、小木田、町田、平野とね、投手リレー、しっかりね、勝ち切れたっていうところは、初戦ね、大きな勝ちだったんじゃないでしょうか。続いて、オリックス対西武、24日の試合4対3でオリックスサヨナラ勝ちということで、このままね、カード2連勝っていうね、エスピロンズがね、開幕から4連勝に向けてっていうところで、7回99球、2安打7三振、1球1デッドボール無失点、完璧なピッチング。まあ、これもね、勝つかなと思ったらね、9回表に3点取られて勝ちがつかずっていうね、ところでは、まあ、でも安心感もあるしね、安定感もあるし、非常にね、変化球のね、精度と変化球のね、クオリティの高さ、これがね、ピッチング物語ってるかなと。で、西武先発竹内ね、7回100球8安打4三振、無四球3失点っていうところで、前回登板が、7月10日のロッテ戦、そこでね、そこから、約2週間明けての、登板になりましたけども、やっぱあのインコース角度ついたやつね、投げ切ったら素晴らしい球だったね。まあこの3回裏にね、そのインコースついたのをね、ゴンダレスにレフトスタンドホームラン打たれたけども、まあクオリティの高さと質の高さはね、パーの角度がついたっていうところで、まあ3失点したけどね、やっぱりいいピッチャーだなっていうところを改めて思うね、ところのピッチング。で、7回裏にもね、先頭セリーヌツーベース、頓宮アウトになるけども、ワンアウト三塁から森がね、レフトにタイムリーヒット。で、ここで若月が送りバントを決めて、ツーアウト二塁から宗のね、タイムリーヒットっていうところで、きっちりね、3点目を取っていくっていうね、采配もね、当たるってね。でも何でもいいことばっかりじゃないよっていうところで、5回の裏ね、若月がツーベース。で、宗の送りバントね、森の前にポトッと押しちゃって、2位、5タッチアウトっていうね。ここ若月ね、まあ、欲を言えば、見えるわけだから、もう、行かないで真ん中止まった方が良かったよね。もうアウトになるからね。で、なんとか宗をセカンドに来るまで粘るっていうところの高等技術走塁が、まあ、あっても良かったんちゃうかなと思うけどね。で、ワンアウト一塁から、
竹吉の牽制に胸戻りきれずっていうね、バントもできず盗塁アウトっていうね、おいみたいな感じになったけども、この7回ね、最後2アウト2塁のね、チャンス、これはもう中島監督のプレゼントだね、お前取り返せっていうね、それをきっちりね、この一塁線上抜けてね、取り返したバッティングっていうのは非常にね、グッバッティング。ね、ミスをしっかり取り返す。しかもその試合の中でね、そういうのは非常に良かったなと。まあ、このままね、しっかりで、ね、勝ち切るかなと、ね、エスピノザなと宇田がね、帰ってきたけどナイスピッチング。ね、で、その後平野がね、行って、9回ね、先頭、おかわり君、レフトサンドでホームラン。で、佐藤達がね、まあ、佐藤達ちょっと怒られるから、佐藤流星がね、レフト、もうちょっとでホームランだったけどね、スリーベース。で、平野がタイムリーツーベース打って、西川国技バンド。で、アギラ三振して、ここで本当はね、アギラ打たなきゃいけない犠牲フライでもね。で、代打、殿崎、フォアボール。もう正直ね、アギラの三振で終わったかなと思ったけども、ツーアウト下の塁から金子がね、センターへ同点タイムリーヒット。ね、このまま押せ押せで代打ゲンダーがね、できないところだったけど、レフトフライ。ここは平野がね、なんとか踏ん張って、ね。で、10回の裏、ね、ピッチャー本田から、先頭若月がライト前ヒット。で、宗が送りバンドはね、今度はきっちり決めて、ゴンダレスセカンドゴロで2アウト3塁。で、ここでね、福田敬遠の2アウト1、3塁から、紅林がね、レフトにサヨナラヒットという紅林、頑張っていく。ね、完全勝ちゲームでやったところをね、負けかけたけど、最後勝ち切る。これはね、強さ。ね、あとは西武はね、チームで6安打しか打ってないけども、この9回にね、4安打だから、それまでほぼ攻撃しないから、正直ね、シャットアウト気味だったけどね、最後粘りがあって、これで勝ってたらね、ちょっと流れ変わったかなっていうところはあるけども、まあね、この木曜日の試合最後ね、どうなるのかっていうね、ところでしたね。続いて、オリックス対西武25日の試合、1対3で西武の勝利ということで、このカードね、2勝1敗でオリックスの勝ち越し。ね、西武は3連敗することなくて、最後ね、しっかり勝ち切ったっていうところで、なんて言ってもね、先発棒高橋。5回3分の2、84球、3安打3三振、1球1デッドボール、1失点というね、制球ね、良かったね。まっすぐも力あったし、変化球もいいところに決まってね、非常に、素晴らしいピッチングだったと思います。確か本人初勝利だったんじゃないのかな。ね、グッピッチ。ね。いいところのまたね、先発、どんだけいい選手いるんやっていうね。あとはね、援護を待つだけやっていうね。で、まあその後ね、水上、増田、佐藤、アブレイユとね、しっかり抑えて逃げ切ったっていうところでは素晴らしかったんじゃないでしょうか。で、オリックスでバスカッティーをね、7回107球、5安打7三振、無四球3失点と、まあ、フォアボールも出さずね、ストライクゾーンの中で動かしていって勝負していくっていう形では打たして取るね。で、7回3失点だからね、これはもう攻められないよね。試合も作って素晴らしいピッチングだったんじゃないのかなと。その中でね、西武は初回ね、先頭金子がね、センター前ヒット、平沼アウトになるけども、中村がね、レフトへタイムリーツーベースっていうところで先制。だからね、まあ前日試合ね、負けたとはいえ、やっぱ最後追いついたっていうところでね、いい流れをね、引き継いできたよね。で、3回表にもね、源田内安打、金子がヒット、で平野は送りバンドを決めて、中村三振するけども、このツーアウトに三塁から、アギラがね、センターへタイムリーヒットで2点、やっぱアギラがね、打つとやっぱいいよね。だからね、やっぱセーブ打線はね、アギラにね、かかってると思うんだよね。でね、オリックスはね、これ1点、初回ね、1点取られた後の裏。先頭福田がツーベース、紅林三振、で西川レフト前ヒットで、ワンアウト一三塁で5-4-3ダブルプレーセデーのね、これ痛かったね。ここでね、最低でも同点に追いついてたら、もうちょっとね、違う展開っていうところも考えられたけども、その後ね、三者凡退が続いて、やっとチャンスが来たのがね、6回裏。ワンアウトから野口フォアボール、で福田がツーベース、で紅林がね、デッドボールでワンアウト満塁チャンスを作ったけども、西川のね、ファーストゴロの間に1点取るまでっていうね、で、ツーアウトに三塁になってね、セデオのところで、棒高橋から水上に変わって、水上がね、1球でライトフライで打ち取って、チャンスをね、潰すっていうところでは水上ね、グッピッチ。ね。まあ、ここだったね。まあ、オリックスも勝つチャンスあったけどね。まあ、ここでしっかりね、得点しきれなかったっていうところは痛かったけども、まあ、4安打に抑えられてるっていうところもあるからね。まあ、西武はね、本当に投手陣、さっきも言ったけども、某高橋の後に水上増田ね、佐藤アブレイユとね、エリオがしっかり踏ん張ったっていうところは素晴らしかったし、まあ、オリックスとしては勝つ短所はね、初回、そして6回ね、ここで追加点パンパンで取れたかどうかっていうところでね、まあ、取りきれなかったところがね、まあ、痛かったかな。ね、まあセデーノね、今まで結構助けられてたけども、まあ今日の試合はね、セデーノがもう一本ね、出なかったっていうね、まあ結果はね、2勝1敗でね、オリックスの勝ち越しでしたけども、3連敗試合、西武、棒高橋、グッピッチでした。続いて、楽天対日本ハム、23日の試合、3対4で日本ハムの勝利というところで、日本ハム先発山崎たちはね、6回71球、3安打4三振、無四球2失点と、グッピッチ。ね、勝ちはつかなかったけども、自分本来のね、ピッチングは素晴らしかったんじゃないでしょうか。楽天先発ポンツね、6回102球、7安打6三振、2四球3失点とね。まあ、こちらもね、ちょっと味方のね、ミスにね、夜失点もあったけども、自分のピッチングはね、非常にできて、試合は作ったんでね、良かったと思います。まあ、その中で、ね、日本ハムは4回表ね、ワンアウトから万人フォアボール。
で、ここでマルチネスの時に万波が盗塁成功して、で、万波の、じゃあ、で、ワンアウト二塁から、マルチネスのセンター前ヒットで、センターね、辰巳が、万波がね、本塁回るかもと思って本塁送球したやつが大きく逸れちゃってね、カットマンもあれは取れないよね。だからもうあそこはね、キャッチャー安田ね、もう全力で体を張ってでも、もう止めなきゃいけないよね。で、それ逸れちゃって、ポンセも後ろカバー行ってたけども、あんだけ逸れると動けないよね、なかなかね。で、それが悪送球になって1点ね。ここもったいなかったね、楽天としたら。だからもうできることなら、まあもちろん投げた辰巳が一番悪いんだけども、やっぱキャッチャーとしては、あれはもう防具つけてるからね、体で絶対前にね、止めなきゃいけなかったなっていうね。でもその後ね、4回裏、先頭小深田がね、ショート内野安打。ここショートね、もうこれはね、否定とかね、批判できないよ。水野、めっちゃ素晴らしいプレーだったよ。このね、小深田の内野安打。で、村林がセンターフライアウトになるけども、ここでね、小深田が盗塁成功して、で、小郷のね、ショートゴロっていうところも、全部ね、ベアハンドも良かったしね、取ってからも早かったし、ね、これはね、もうアウトにできた方がスーパープレーだったよ。これはね、もう攻められない。で、その後、ワンアウト一三塁からね、浅村がきっちり犠牲フライを打って、同点に追いついて。で、6回の表、楽天はね、松本万波、マルチネスが連続ヒットで、ノーアウト満塁。で、ここでね、清宮がきっちり犠牲フライを打って、勝ち越し。で、その後、ワンアウト一三塁から0、3、4。いや、ここもう1点取らなきゃっていうところでね、石井和成が、ライトへタイムリーヒットで2点目。これ大きかったね、石井君。あそこ1点で終わるかどうかね、非常に大きなところでもう1点取れたっていうのは大きかった。でも楽天がまた、そう、取られた後の6回裏にね、先頭辰巳がツーベース。で、小深田がしっかり送りバントを決めて、ワンアウト3塁から、もうここね、内野後ろ下がってたからね、村林としてはもう三振しない。絶対バットに当たる。しかも右方向っていうところで、セカンドゴロだったけども、しっかりね、1点を取って、もう着実にね、着実にチャンスをものにしていくっていうね。で、8回裏ね、茂木がライトスタンドで同点ホームランを打って、延長に突入するんだけども、ここね、もういろんなところが噛み合ってね、めっちゃ面白かったのが、もう楽天としてはね、もうなんとか防いできたっていうね、日本ハムの攻撃を。7回ね、ノーアウト1塁からグッジの時にね、水野盗塁をね、安田がきっちりアウトにして、で、9回の表もね、先頭伏見がデッドボールで出るけども、そこにね、ダイソー磯畑、盗塁心得も、今度はね、茂木が代打に行ったんでね、太田がね、この磯畑を盗塁してね、だから結構ね、盗塁で両チームチャンスメイクしてるから、この4回もね、万波が盗塁してからの、得点だったし、で、4回裏もね、楽天は小深田が盗塁してからの得点だったし、6回裏はね、基地送りバント。だから作戦でね、両チーム点取ってきて、まあ最後が茂木のね、一発で延長に突入するんだけどもね、結果的には12回表にね、ピッチャー西垣っていうところで、先頭タミヤがね、レフトフェンス直撃のツーベース、松本送りバントを決めて、万波フォアボール。で、ワンアウト一三塁からここで決めなきゃっていうところで、マルチネスが三振。ね、で、上川端がレフトへね、測ったようなタイムリーヒットで、勝ち越して、上川端、頑張って。だから、日本はもうね、ここで本当は点取りたかなきゃいけなかったけど、っていうところで2アウトまで追い込まれるけど、最後パンって打ってね、1点取ったこの粘り勝ちっていうところでは、非常にね、素晴らしい試合展開だったけども、まあ、ここでね、まあ、俺はやっぱりね、まあ、一つのやっぱり疑問としてはこの系統ね、まあ、取材後ね、新庄監督のインタビューで、金村のね、買いまたぎについて、いや、あそこは全然金村ですよ、って言ってたけども、俺はここね、やっぱちょっとね、作戦的にはミスしたんじゃないのかなっていうね。まあそれはいろんなね、事情があるのはごもっともだけど、俺、河野が投げれないのかなって思ったけども、河野がその後投げてたからね。で、金村で言うと、ここまでずっと1イニングだったの。だから金村、河野ね、そして田中正義のこのね、7、8、9回の方程式っていうところで、もうずっとホールドも上げてて勝っててね、ずっと1イニングで投げてて、で、唯一ね、開幕的、今シーズンしたのがね、直近で言うと、4月9日ソフトバンク戦。で、ここは、ツーアウトで山川になったから、ピッチャー北浦から、この、ね、金村になって山川を抑えて、一人だけ抑えて、次の回も行ったっていうところの開幕的だったけども、フルの開幕的って多分今シーズンなかったと、俺は記憶してるんだけども、そうなった時に、このね、8回っていうところも、先頭がね、岡島だったからね、岡島、安田、辰巳、そして小深田だったから、で、ここね、まあ、右の金村が行ったから、代打茂木が出てきたかもわからないけども、ひょっとしたら、左だったら、まあ、安田のままだったかもわからないけども、まあ、岡島、辰巳、小深田と3人並ぶってことを考えたら、河野としては絶対的ないい打順だったと思うんだよね。で、8回も0点で抑えて、9回田中正義で、3対2でそのまま勝ち切っていくっていうところがスタイルだっただけに、でしかもこのね、火、水、木、試合したら、金曜日試合ないからね、6連戦じゃないから、このね、で、今日、この金村を2イニング投げちゃったから、多分、
今日雨試合あるかどうか2試合目分かんないけども、もしあったら金村投げれないしね。そう考えたらここはちょっと作詞作に溺れる的な感じで普通通りスタンダードに行っても俺は良かったんじゃないのかなっていうところを打順も考えてね、っていうところあります。でもそこをねしっかり同点になっても勝ち切ったっていうところがね、やっぱ今の日本ハムの強さかなっていうね。まあ初戦はね日本ハムが4戦4対3で勝ちました。はい、続いて、楽天対日本ハム5対1で楽天の勝利ということで、この試合1勝1敗の5分でしたね。水曜日の試合はね雨天中止というところで、まあこの試合ね、楽天先発ね、岸、7回118球8安打4三振1四球1失点というところで、18年連続勝ち投手だったかな。まあね、何にしても素晴らしいピッチング、ね。で、日本ハム先発鈴木ね、4回56球、6安打1三振、2失点。まあ最低限試合はね、作ったけどね。まあ日本ハムはね、12安打打って、まあ1得点しかできなかったんだけど、まあ1本しかね、打ててないの、イニングね。で、何気にね、でビッグイニングになったのは2回と9回って言ったところで、まあ2回はね、先頭マルチネス、ライト前ヒット。で、タミはね、上川端が、倒れるけども、レイエスヒット、清宮ヒットでね、ツーアウト満塁チャンス作るけども、水野はね、三振。で、9回もね、ピッチャー則本が出てきて、先頭上川端センター前。で、代打加藤がライト前。で、清宮フォアボールでね、ノーアウト満塁でビッグチャンス作るけども、代打石井がね、サードライナー。そしてサードランナー上川端がね、飛び出してダブルプレーっていうところで。まあ、あれはもう、あれはね、帰れない。どんなに頑張っても帰れない。で、しかももう取ったその下がベースだったからね、もう不運でしかないね。で、郡司がね、ヒットで続いて、またツーアウト満塁でね、松本がね、レフトフライ。これもいい当たりだったけどね。だからもうついてなかったね。正直ね。あれがね、石井のサードライナーがちょっとでもずれてたらね、ひょっとしたら同点ね、追いつけたんちゃうかっていうのもあるけども、まあ、上川でも攻めれないしね、あれは帰れない。正直ね。まあ、だから仕方ないかなっていうね。で、楽天はね、初回、小郷がね、今年初のね、先頭打者ホームランで1点取って、で、これで終わるかなっていうところで、2番村林がね、レフト前ヒット。で、浅村がね、レフトにタイムリーツーベースっていうところで2点目。で、ここね、ツーアウト、浅村がね、ツーアウト2塁から島内、鈴木大地、岡島って続くんだけども、ここ島内ね、最低でも引っ張ってね、ライトにヒットを打つ形で引っ張りに行って、最低でも進塁打になってれば3点目取れたんだけどもね、まあこれ2点止まりっていうね。で、2回にもね、先頭、辰巳がね、ツーベース。で、石原がね、きっちり送りバントを決めたけども、小深田、小郷がね、倒れて。まあ、ここでもね、1点取ったらもうちょっと楽な展開だったかな、っていうね。で、4回もね、先頭岡島がヒットで出るけども、辰巳がね、3、6時ダブルプレイっていうところで、なかなか追加点がね、取れなくて嫌な雰囲気だったけども、5回にね、ピッチャー田中に代わって、小深田フォアボール。で、ここでね、小深田が盗塁成功。で、王がね、レフト前ヒットでノーアウト一三塁。ここでね、もう一点ね、絶対取りに行くっていうところで、村林のセカンドゴロ、ホームでね、小深田がアウトってなって、いや、これ嫌な雰囲気やなっていうところで、ワンアウト一塁からね、浅村がレフトスタンドでスリーランホームラン、浅村、グッバッて。ね、これ大きかったね。ここでもしね、追加点取れてなかったらね、ひょっとしたら負けてたかもしれない。その中で、まあ、浅村がね、今日の試合4打点っていうところで、チームを救うね、素晴らしいホームランだったかなっていうね。で、日本ハムはね、6回にタミヤのヒットでね、1点返すけども、まあ、さっきも言ったようにね、2回、9回とビッグチャンスあったけども、まあ、1本ずつ、あとはアンラッキーなところがあったかなっていうね。で、まあ、結果ね、1勝1敗、1分けっていうところでね、五分っていう形で、まあ、このカードね、お互いのいいところはね、出た試合だったんじゃないでしょうか。さあ、ということで、総チェックで、終わりましたけども、明日、今日か、金曜日はね、DeNA 巨人、そして阪神ヤクルトのこの2試合しかないからね、パリーグはお休みっていうところでね、まあどういう試合展開になるのかっていうところで、ここでね、申し送り事項をやっていきましょう。まず DeNA 対巨人。巨人の皆さん、DeNA ね、ミスするから。痛いところでね、エラーあるから。全力疾走とね、次の塁を盗むっていうところでね、積極性、貪欲性はね、これ忘れずに行きましょう。そしたらね、トントントンっていきますから。あとね、若干リリーフ陣ね、阪神戦で疲弊しているところあるから最後まで諦めないでパン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 ってね、行きましょうね。で、1番2番渡来関根、ここがね当たり止まってるから、ここ出しちゃうとねややこしくなるよ。だからここでね、渡来ここでインコース見極め悪いからガンガン行こう。だから低めとかね振ってくるからね。さあ続いて DeNA の皆さん、巨人ね、勝ち越したとはいえ打線眠ってますからね。でもね、坂本がスリーラン打って、これで一気に勢い出すパターンもあるんでね、そこら辺はね、気をつけていきましょう。でもね、寝てると思う。だからね、フォアボールとかは、ね、気をつけて。
どんどんどんと積極的にね、攻めていく中でやっていけばね、まだ眠ってると思う。でもそこでちょっと要確認していこう。ね。起きるかどうか。あとね、ジャイアンツはね、西舘、バルナード、大勢、リリーフいいからね、序盤でパンパンって勝ち切らないとね、後ろ行っちゃうとね、そのまま持っていかれちゃいますよ。中日対行きましょう。中日の皆さん、カープちょっと勢い乗っちゃってますよ、ヤクルトにね。だから、まあ、とりあえず、低め投げていこうか。もう丁寧にね、丁寧に自分たちの投手力をね、信じてね、低め投げていきましょう。ね。あとね、カープもね、いい球投げてるよ。島内も栗林もいい球投げてるけども、ちょっとメンタル的にね、ちょっとドヨンとしてる可能性あるから、終盤も諦めない、はい、広島の皆さんね、中日ね、岡林も帰ってきちゃって、ちょっと長せなあの打線の流動性良くなってるから、でもね、カリステ気をつけていこう。カリステね、いい形でね、バットも出てるしね、一発もあるから、で中田細川に繋がっていっちゃうからね、そこをね、ランナーなしの状態で対峙できるようにしていこうね。あとね、あの田中美希のね、逆方向気をつけて、インコースしっかり攻めていこう。ここポイントよ、はい。阪神対ヤクルト、阪神の皆さん、ヤクルトね、やっぱオスナサンタナグイーングイーン来てるからね、ここ気をつけていこう。もうね、高めにいったらホームランになるよね。この広島戦もね、結局高め打たれてるからね、低めでしっかりね、攻めていきましょう。ヤクルトの皆さん、タイガースね、タイガースで、まだサドテルは寝てます。だから起こさないようにね、インコース厳しくいって外に落とす。これで大丈夫ですね。中途半端な反則球やばいです。あとね、木浪の状態上がってきてね、下位からの上位っていう流れができてきているから、そこら辺ね、気をつけて、下位になっても気持ちをね、切らさず、しっかり抑えていく。そうじゃないと、下位から上位に向けて、近本、中野、森下状態でね、そこにチャンスメイクされると失点食らっちゃうからね、気をつけて。あと、リリーフ以外のね、前半勝負。ね。続いてパリーグ。日本ハムとオリックスとベイスターズ。日本ハムね、タミヤ。気をつけていこう。インコースもさばきいいからね。あとね、最後まで諦めないんで、どんどん来るから、最後の最後まで気を緩めることなく、点差があってもね、気を緩めることなく、ね、勝負していきましょう。ね。日本ハムの皆さん、オリックスで、やっぱりね、セデーニだと思うから、セデーニを抑えるかどうか、これでかなり大事なポイント。ね。セデーニをしっかりマーク。セデーニの前に塁出さないで、あと福田がね、状態いいから、ここね、福田もね、気をつけて、ここもランナー出していくと、セデーニにね、チャンスメイクされるから、福田とセデーニの、この二人、特に気をつけていく、うん。ロッテ対楽天。楽天の皆さん、もう普通にやったら大丈夫。ロッテも寝てるから、全員寝てる。ね。まあ、でも油断することなくね、しっかりやっていきましょう。打線、気をつける選手いないです。思い切って。ロッテの皆さん、もうね、楽天どうのこうのじゃない。目を覚ませ。ね。寝てんじゃないですよ、ね。相手がどうの、相手気をつけるとか、相手どうのこうのじゃない。唯一気をつけなきゃいけないのは浅村だけどもね。あと、盗塁、小深田とかバンバンしてくるよ。そこら辺の足も気をつけなきゃいけないけども、もう相手のことどうのこうの言ってる場合じゃない。自分たちでどうにか振りたくないと。目を覚ませ。ソフトバンク対戦。西武の皆さん、もう柳田、山川、近藤、もうバンバン、ロッテのせいで目覚めてます。一番ね、河村もいいしね、いい形で。で、シュートも帰ってきたからね、またそこ足も使ってくるから、どういう打順になってくるかもわかんないけども、なんとか頑張っていこう。ね、投手陣いいから、自分たち信じて、ね、思い切っていこう。ね、ボール先行したらやられちゃうから、もうね、打たれてもいいからストライク先行。ね、どんどんね、やっていこう。そこにね、明るい兆しが見えるかもしれない。ソフトバンクの皆さん、西武ね、やっぱアギラだから、アギラしっかり抑えとけば、大量失点しないから、アギラ気をつけていこう。あと金子がね、ちょっといい感じになってきてるから、金子出してくるとまたね、チャンスメイクされちゃうから、金子がね、しっかり抑えていく。あとはもう、自分たちの野球やってれば大丈夫です。ね。大きく変えることがいいです。ね。そのままで強いと思います。はい、さあ、ということでね、装置終わりましたけども、ね、週末、どんな展開になるか、さあ、ゴールデンウィークに、ね、入ってきますから、皆さんもね、ファンの皆さんも楽しんでいきましょう。ゴールデンウィークです。ありがとうございました。